タイテロ戦争、タイテロ戦争、タイテロ戦争、または、は、アメリカ同時多発テロ事件を引き金とした、アメリカ合衆国政府とそれに組みする政府の有志連合による、国内外における外交、軍事作戦、金融、犯罪捜査、国土防衛、人道支援を通じたテロリズムとの戦いである。正式名は、テロとのグローバル戦争、と呼び、 第3次世界大戦やテロとの戦いとも呼ばれた。44年間もの長期にわたるアメリカが死中国とソビエト連邦の冷戦が終結すると、それまで世界各地で抑制されていた紛争が活性化した。特にアフリカ、中東、東ヨーロッパ、中央アジア、東南アジア、中南米における途上国での旧社会主義国家では内戦が発生するようになり、 地域の不安定化が進む。またアメリカは世界秩序の覇権を獲得し、グローバリゼーションを推し進めていた。これは貧困や紛争で苦しむ地域において独自の伝統的な生活態度や価値観を再評価する動きが広がり、特にパレスチナ問題がある中東地域においては反米の政治意識が台頭するようになる。イスラム主義はその一環として出現した。 新宗教の成立と並ぶ宗教回帰運動の一種であった。イランでは1979年にそれまでの新米路線のパフレビー2世政権への反発が広がり宗教指導者であるホメーニがイラン革命を起こした。また1991年湾岸戦争で有志連合がクウェートに侵攻したイラク軍を攻撃したが イスラム教の聖地があるサウジアラビアに米軍が駐留したことによって中東地域における反米機運が高まった。タイテロ戦争は人類史上最大の連合とも呼ばれる多くの国家が連合して行っている。タイテロ戦争で行われた作戦によって変動するものであり、特定の国際機構や同盟に規定された単一の国家の村地ではない。 対テロ戦争において最も指導的な立場にあるのがアメリカ合衆国であり、イラクやアフガニスタンで対テロ作戦を展開している。アメリカ合衆国は4年次国防を見直し、クアドレニールディフェンスレビューにて国家戦略として国土防衛や大量破壊兵器使用の防止などと並んでテロリストネットワークの打倒を掲げている。またアメリカ合衆国だけでなく、 イスラエルはパレスチナ問題を通じてでテロリズムに直面している。反シオニズムのパレスチナ勢力としてハマースなどがあるが、これらは政治勢力であると同時にテロ攻撃をも行う勢力である。対テロ作戦はさらにイギリスやパキスタンが参加しており、イラクでの多国籍軍による作戦ではカナダ、オーストラリア、オランダ、スペイン、日本、大韓民国、カザフスタン、 グルジアなどが参加している。また、アフガニスタンでの国際治安支援部隊や、普及の自由作戦にも多くの国が参加している。テロ組織とはテロリズムを実践する組織である。またテロ組織を支援するとされるイランやシリアなどの国家は、テロ支援国家と呼ばれる。冷戦後のテロ組織は、イスラム主義の運動と関連しており、従来の分離主義や民族主義の運動と並ぶ。 テロ活動の動機となっている。対テロ戦争の主体として、特に有名なテロ組織として挙げられるのがアルカイダで、ある。アルカイダは、ウサマ・ビンラディンによって主導されているが、固定的な構成員を持つ組織ではなく、首脳部によって構成される中核を中心とする、テロリストの流動的かつ広範なネットワークであると、されている。 ビンラデンの主張はサウジアラビア中流米軍の撤退、サウジアラビアの税制や保健衛生の改革、イラク制裁の解除、パキスタンやチェチェン、カシミールでの人権弾圧の解決である。第二次世界大戦での核攻撃、戦後の核開発、イスラエル支援、人権侵害などを理由に、アメリカを史上最悪の文明として強く非難する。また、 アルカイダと関係があったとされるタリバンは、ムハンマドーマルが指導するイスラム主義運動の流れを組む政治勢力であり、かつてアフガニスタンを支配していた。また反シオニズムの政治勢力であるハマースやヒズボラはレジスタンス活動でもあるが、その手法にテロリズムが含まれるためにテロ組織と呼ばれることもある。テロリズムを定義することは難しいが、 その目的から政治的な策略として理解することができる。つまり、暴力によって政府や社会に対する心理的な衝撃を与えるための手段であり、より大きな政治戦略の一環として位置づけることができる。軍事学的に見れば、テロ攻撃はゲリラ戦のような不正規戦で、しばしば利用される作戦である。テロ攻撃に必要な計画、人員、装備、訓練、 拠点などは、高度に取得されながら準備され、敵である政府や軍事組織だけでなく、一般市民までをも攻撃の対象とする場合もある。これは攻撃の物理的な成果は、本質的には重要ではなく、その攻撃でもたらされる恐怖や維持が狙いであるためで、ある。テロ攻撃を防御することは極めて困難である。テロ攻撃の被害を防ぐためには不正規戦において、 敵に攻勢をかける必要がある。しかし伝統的な軍事力に対する作戦とは異なり、不正規戦の特性に合致した作戦能力が必要である。この作戦能力が備わっている戦力として特殊部隊が高く評価されている。特殊部隊はテロリストを発見してから排除するまでのあらゆる機能を集した部隊である。対テロ作戦として特殊部隊は 様々な情報源を活用した、情報活動、対ゲリラ作戦のような存在が取得された敵を迅速に発見、拘束して殲滅する戦闘、また、現地の行政機関や治安機関との関係を構築して連携する、民事作戦、公共サービスの提供などによって、現地住民の人心を掌握する、心理戦を行う。敵ゲリラ組織だけでなく、一般市民までも、 攻撃の対象とする場合もある。これも、攻撃の物理的な成果は、本質的には重要ではなく、その攻撃でもたらされる恐怖や癒不が狙いであるためで、ある。2001年9月11日に発生した、アメリカ同時多発テロにより、ハイジャックされた2機の飛行機は、ニューヨークの世界貿易センタービル、1機は、バージニア州ア・ーリントン軍の国防総省に衝突し、1機は、 ペンシルベニア州に墜落した。結果として、約3000人の民間人が死亡し、世界的に大きく取り上げられた。事件はアルカイダによるものと報道され、国際テロ組織の脅威が強く認識されることになった。米大統領ジョージ・ W ・ブッシュは、この大規模なテロ事件を受けて9月12日の国家安全保障チームの会合において、このようなテロ攻撃はもはやテロリズムではなく、 戦争行為、悪と祖父母であると述べた。こうして、自由と民主主義が危機に瀕している情勢と主張し、このような新しい脅威に対抗するために、テロリズムとの戦い、すなわち対テロ戦争の重要性が論じられるようになる。9月20日には、ブッシュ大統領は、米国議会と国民に対して訴えかけ、ウサーマ・ビンラーディンが指導するアルカイダなどの、 国際テロリズムの存在を指摘した上で、アルカアイダがアフガニスタン制によって支援されていると述べ、当時アフガニスタンを統治していたターリバーンを非難した。10月7日、有志連合は、テロリズムに対する反地球戦争、グローバルウォーオン、テロリズムとしてアフガニスタン侵攻を開始した。アメリカ軍が主力となり、普及の自由作戦、オペレーションインドアリングフリーダム。 アフガニスタン、オフへを実行してアルカイダとつながりがあるとされた、タリバーン政権を攻撃した。これが、対テロ戦争における、最初の戦いと位置づけることができる。北、大西洋条約機構もこの軍事作戦に賛同は、するが、主要な作戦への参加は、各国の自主性に委ねた。関連する作戦として10月16日に、海上阻止を行う。 活発なエンデバー作戦、アパーシャナキティブ・インデバーを公式に開始した。また、普及の自由作戦はアフガニスタンだけでなく、有志連合によって2002年には、フィリピン、グルジア、ジブチ、エチオピア、ソマリアでも行われた。これら作戦は、地域の安定化のための治安作戦や、軍事支援などを含むものである。タリバーン政権を打倒した後も、 インドネシアのバリ島やテロ事件などが続き、またアルカイダの指導者であるウサーマ・ビーナーディンも10年近く、行方がわからなくなり、2011年5月2日に、メリカ軍により、殺害、テロリズムの脅威はなくならなかった。タイトルを戦争は続き、2002年1月29日の一般教書演説では、イラク、北朝鮮、イランなどを名指しして、悪の数軸を発言した。 各開発疑惑をめぐっては、イラクのフセイン政権への敵視を強める。テロリストが入手可能なイラクの大量破壊兵器について、国際原子力機関がイラクを調査し、そのような疑惑は否定される。しかしアメリカは、その報告を認めず、2003年3月19日に、イラク戦争を開始して、フセイン政権を倒すが、大量破壊兵器は発見されなかった。 イラク戦争によって、フセイン政権が打倒されると、イラクでは抑圧の重しがなくなったことも災いして、部族、民族、宗派をめぐる対立が激化し、治安が急速に悪化する。2004年7月、サッターム・フセイン元大統領は、イラクの裁判所に起訴され、2006年12月に、死刑判決を受け執行された。イラクで、フセイン政権を打倒した後の2004年3月に、 パキスタンでは、ワジリスタン紛争が開始された。パキスタン軍や、地域の武装勢力と、タリバーン、アルカアイダ系の武装勢力との戦いであり、アメリカも、アルカアイダを相当するために作戦に参加した。この作戦によって、アフガニスタンとパキスタン国境地帯のタリバン勢力は打撃を受け、しかし二千四年三月十一日に、アルカアイダ系のテロ組織によってスペイン、 列車爆破事件が実行され、また、チェチェン共和国独立派によって9月1日に、ベスラン学校選挙事件が発生した。2005年にも7月7日に、ロンドン同時爆破事件が引き起こされ、21日にも2回目のテロ事件があった。それ以後もインドネシア、インドでもテロ事件が続いた。ヒラリー・クリントン国務長官は2009年3月30日、ハーグに向かう途中で、 同行記者団にバラク・オバマ政権が対テロ戦争なる後の使用を中止した旨述べた。アメリカ軍はイラクからは2011年12月に撤退した。アフガニスタンではアメリカ軍及び国際治安支援部隊とタリバーンの戦闘が継続している。また掲げられたイラク侵攻の理由が変えられたためにその正当性に対する批判もある。イスラム主義に根ざしたテロ組織では アメリカとイスラエルの軍隊がダールアルイコールイスラームの征服をも組んで開始したものであり、イスラム教徒が彼らと戦うのはアッラーの道にかなったジハードであるとしている。対テロ戦争でパレスチナ問題のパレスチナ側組織がテロ組織として挙げられている子などにより、その正当性に疑いを投げかける材料とされている。イギリス外務大臣デイビッド・ミリバンドは、 2009年1月15日付ガーディアンに論文を投稿。この中でタイテロ戦争なる定義は誤りだった。かえって諸勢力を団結させることにつながったと述べ。イギリス政府も2007年からはテロを煽ることになるとしてこの語を用いないようにしている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。